お疲れ様ですえー、っと、1月28日の土曜日が終わってもう夜だっていうのにあのなんだっけ日記書いてないのを思い出して今やりますえー、っと最近読んでるんですけど白番番、えー、また読み直してるんですけどね、えー、今白番番がもうすぐ終わりそうですおぬいばあさんがもう亡くなっちゃったところを今読んだばっかりでねうんまぁ、あ、ちょっとあのいろいろあるんですけどね すごく好きなんですよね井上康の白場でこの続編「中学生時代の夏草冬並み」これが上下巻当時はね僕の読んでた頃はもっと分厚い文庫本が一冊だったのがなんか今は上下巻になってるねでこの後の高校編も今ちょっとまだないですけどこれ「北の海」っていうね高校編もあってこの3部作なんですけどねななんでこれを好きなのか っていうと自分でもよよくわからなないんんだけど好きなんですよね白バンバとの出会いはあの小学校の時当時その中学受験のためにたくさん何あの日農研とかでお勉強してるわけですけどもそんな中でその試験問題によく出てたんですよねこの白バンバがねそのもちろんその試験問題のほうの1ページ2ページ分ぐらいの文章が載ってて。 でもちろんその最後のところにまあ出典としてね「白番バ,バ井上康」って書いてあるもんであ面白いなとほんのちょっと読んだだけでもちょっとそのストーリーが面白そうだなで何度もその問題が出るもので結局その一つの長い長編の中の部分部分をいろんなところを読むことになっててそれで結構想像するじゃないですか。 でじゃあちょっと一気に読んでみたいなと思うのでおそらく中学じゃんや小学生のうちに多分読んだと思うんですよね全部ね白番場はでそれが多分出会いですね、うん、ストーリーはあのまああの揺れあってお父さんお母さんとは住まずに、えー、湯河原の湯河原だよねあの伊豆のね湯河原の えー、ところでおぬいばあさんというおばあさんと2人で暮らしている土蔵の中でねの暮らしてる耕作さんという少年の話なんですけどねうんなんだろうなすごく素朴で何が起こるかまあいろいろ起こるんだけどその可愛らしい事件がんこれが素晴らしいんだっていうのもうまく説明できないんだけどなんか好きなんだよな うんでまああのー、まあとにかくだからそれいい文章なんでしょうきっとだって国語の問題のね問題文に使われるぐらいの文章なんだからきっといい文章なんでしょううんだ僕もだからちょっと読んだだけで全部読みたくなったんだしでまあそれはね結構白バンバって名前は有名なんで知ってる人もいるかなと思うんだけどまあその続編のね実を言うと僕一番好きなのはこの「夏草冬並み」なんですね中学生編 これはねいいんですよちょっとそのまあ思春期の頃の工作少年がねうんあのー、なんだろうないわゆる上級生のちょっと不良なグループで不良少年というよりも、まあ、勉強できるんだけど言うこと聞かないぜみたいなそういったあのちょっと不良少年グループに憧れてねまあ、それのちょっと仲間入りをするみたいな。 ちょっとその背伸びしてそいつらと一緒に遊ぶみたいなそういう感じかなうんなんかそれがなんかすごく良かったような気がするそれこそだから中学生ぐらい同じ頃っていうかその中学生頃に読んだんだろうかでそれ以降実を言うとずっと読み返してなかったので今からもう一回読むんだっていうのが非常に楽しみです でちなみにこの後の後編の北の海ね、高校生編の北の海は、またこれ一風ガラッと変わって、高校、高専に行くんだよね。確かその、どこの高専だっけな。あのいわゆる高専柔道と言われる、えー、柔道ばっかりやるんだよね。うん。高専柔道ってのは何だろう、えー、いわゆる行動感柔道の流れとはまた違ってみたいな話を、この、 ね、木村正彦さんの関係とあるんだろうかの寝技を徹底的にやるんだみたいな柔道でね、うん、またそれはそれでちょっとまた別の話があるんだけど、うん、それも結構面白いです、はい、とまあちょっと今思いついたというかそのすごく好きなんだっていうことで理由はよくわからないんだっていうことをちょっと長々と語ってしまいました白番は悪くないですね、はい、明日も日曜日なんでまた頑張りますでは失礼します